どうも、くまです。今日も、まだね、未挑戦のマグナに挑んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今日挑んでいくのは、このオリビエさん。これを倒していこうか。じゃあダークGにしようか。で、光なんで、まあ、がっつりね、強いルシフェル。選んで、行きましょう。さあ、初オリビエ戦。もう速攻で救援は呼んできましょう。で、いらっしゃいませと。事前に打っとくね、このスタイル。でもスキルはガンガン使ってった方がいいかなと思うんで、もうこれはガンガン使いましょう。さあ、まずは1人来てくれましたね。ありがとうございます。いや、これもね、人気があるかどうかわかんないから、呼んできてくれるだけ本当ありがたいわ。え、いきなり特殊行動なんだ。あ、しかも扇ゲージダウンか。え、やばいね。ずっと扇、なんだ、噛みまくりだな。いや、やばいね、これ。扇ゲージ全然たまんねえぞこれ。そうか、最初はかけない方が良かったんだ。これはちょっと勉強不足ですね。でも速攻食らうのか、スキルもう食らっちゃうか。防御ダウンとか引くのか。あー、ここは打っといて、ダークマター打っといて、次の奥義ゲージで一気に奥義しましょう。オッケー、ナイス回避。じゃあここで奥義まず一発ぶちかましましょう。なんかちょっと重いね。なんだろう。まあいいや。海は目の前ね。オッケー、ナイスディレイ。そっから奥義。32万強くね。あ、ちなみにこれね、ガチャ武器を星4にしてみました。まだレベルマじゃないんですけど、ちょっとね、かなり強くなったね、これで。なんか光の強さの加速がやばいわ。いや強っ、いや強っ、いや、こんなさ、あれなんだね、星音にするとさ強いんだね。たまたまなんだけどね、3つ揃ってて、なんかダークマター使って、もうめんどくさいから解放しちゃった。まあ、ダークマターとか何に使うのかよくは、あ、ダマスカスなんとかか、何に使うかようわからんから、まあ、いらんだろうっていうことで使ってしまいました。まあ、もしかしたら10点の解放にいるのかな。でも10点の解放って非ヒーロー金とかいうやつだった気がするんで、まあいいかなと思って使っちゃいましたね。え、また奥義ゲージ減少入ってるから。入ってないか。なんか主人公やたらたまんねえの、奥義ゲージ。うわ、いった、奥義封印か。え、なんでこんな主人公食らいまくってんの、意味わかんないんだけど。ちょっと気づいたらこんなに食らってんだけど、どういうこと。メディクルしてスローかけて、よし、奥義いけるね。あ、まだいけないね。奥義が、あれされてる。じゃあちょっと殴るか。奥義封印、といたね。オッケー。じゃあここはもう奥義ぶちかましていきましょう。いや、主人公がめっちゃ強くなった。星4つけるだけで。
あ、ちなみにジャンヌも上限解放してね、また強くなったね。行くよ、これで決める。さあ救援6人入ってきてるね、ありがとうございます。いや助かります。まあ、これね、私1位取れなくていいんで、とりあえず倒したいだけなんで。うわ、いった主力2人が消えた、いきなり。これ何だ、まあいいや、使っとくかって言ってもいや、いっぱい来てくれるね、ありがとうございます。邪悪なるものよ、され。あ、特殊行動か。お家じゃんか。なるほどな。お、グラビティ入ったね、やっと。行きましょう。オッケー。これはいけそうだね。このままこの味方たちで押し切れそうだ、ね、いっぱい入ってきてくれるのマジでありがたい。あ、特殊行動来るか。2人死んだ。あー、やったー。いや、ありがとうございます。なんかちょっと重たい中ね戦ってましたけど、ありがとうございます。手に入ったのは、まあ、あんまいいのは手に入ってないな。うん、でもこれでクリアしたね、オリビエも。あ、またリッチってのが出てきたんで、まあ、次回リッチ挑んでいきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。